ハッピークジ、トム&ジェリー、ファニーアート3、フィギュアが欲しい。お姉ちゃんです。妹です。天の声です。今日はトムとジェリーですね。はい、懐かしい。もうめっちゃ可愛い。もうこれ見つけた時に絶対引く。そう、もう絶対撮る。はい、はい、ラインナップお願いします。エイショーフィギュア全20周。はい、もうこの中から欲しいのは、欲しいのがそのコーラの瓶みたいな瓶にすっぽりハマってるやつ瓶にハマったジェリー、うん、天の声はジェリー推しなんですね、うん、はい、ジェリー推しです。はい、まあ、トムジェリー2つとも、2人とも追ってくれた方が、はい、それは絵にはなるけど、はいはい、全然 OK です。はい、はい、私はこの、はい、タイク、このカラフルな、あ、むっちゃ可愛い。カラフル好きね。うん、カラフル好き。そう、実はね、このパンのこう一口食べたギリギリのところにね、ジェリーがおって、はい、この可愛いこの角度はい、はい、もう超可愛いねんけど、うん、フィギュアとして飾る時のオブジェとしてもね、オブジェとしてこれどうなんみたいな、パンしか見えてへんやんみたいな感じやから、これはまあ、うん、置いといて、うん、はい、このこれ選べないのね。選べないやろね。うん、このマジカリのやつも好き。この悪魔のジェリー、うん、前回もこの、うん、あったあった、うん、映画見たことあるけど、うん、ね、これ可愛いよね。可愛いよね。あと、うん、ジェリーって悪魔やねんけどね、あ、考えがね、あ、そういうことか。あー、なるほどね、性格がね。うん、はいはいはい、はい、あとこのボール紙にハマったトム、あー、はい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 こういうのは変わったん好き、めっちゃ、うん、変わったんね、可愛いよね、可愛、うんうん、い、うん、ビショリバイバルフィギュア全20種、うん、さあこちらは、うん、この中にも欲しいのはある。そのホースに挟まったジェリーも好きやし、はい、うん、チーズ丸飲みしたジェリー、そうそうそう、丸飲みしたジェリーも好き、うん、まあ何でもいいねんけどねこのフライパン持ってんのもすごいよな、うん、うん、どれも可愛い。どれも可愛い。当店ポールも可愛いし。うん、可愛い可愛い。で、その汽車に乗るとも可愛い。あ、可愛いな。なんか、なんかアニメでよく見たよね。そうやね、うん。そう。あ、当店ポールも可愛いよね。可愛いよね。今言いましたけど。そう。話聞いてない。画像を2回出すことになるからね。すいません。うん、もう、ね、フィギュアはでもどれも可愛い。はい。うん、いいです。はい。はい、シーソープラスチックタンブラー全4種です、うん、これいつもと違ってさ、うんうん、めっちゃ可愛い。グレーの方可愛い、可愛いね、うん、どっちのグレーも可愛いね、可愛い、グレーのトムが欲しい。まあでも欲しいね、グレーのジェリーが欲しいね、うん、まだ姉ちゃん姉ちゃんとこ置いとくかな。えリムルもこの間置いたことやし二つね、二つね、私の分とね、そう置いてたからね、スヌーピーのお箸も置いてます、そう置いてますよそう、はい、D ショーラバーコースター全4種、まあ、コースターはねいっぱいあるよね、うん、かわいいんやけどね、うちに置くのはやめて、もうこれはいらんかな、はい、うん、いらん言うて置きますもうフィギュアしか狙ってへんから欲しいもんね、うん、はい、以上、ジッパーバッグセット全5種、うん、これさ、めっちゃ可愛いねんけど、うん、使えんよね、そう、可愛すぎるんですよ、うん、だからあえて取りたくない、はい、あえて取りたくない、1個ぐらいは、うん、可愛いのに、はい、はい、そしてラストショー、ジェリー大きいぬいぐるみ、これ超可愛くない、これ何、ワッフル、ワッフルやと思う、だからめっちゃ可愛いねんけど、うん、これは可愛い、42センチよ、そうやね、大きいね、ほんまに、うん、だからさ、欲しいっちゃ欲しいけどさ、よっぽどの髪残りのお店じゃないと無理よね、そう、無理よね、うん、でもめっちゃ可愛いから、うん、まあ、お姉ちゃんのとこに置いときたいなと思って思うねんけど
の家に置いてください。自分の家はもう物で溢れています。もう十分余裕あるんです。そう、ということで、これロットに何本か分かんないんですけど、そうフィギュアは40種類あるから、うん、A と B でね、だから、うん、1種類ずつやろうね、1種類ずつやろうな、うん、2つずつってないわ、それはないよね、まあ、2つずつあったらそれで80やもんな、うん、おかしいからやっぱりおかしいよね、うん、そう、フィギュア取れるかな私で、多分2分の1ぐらいの確率で引けるってことやろ、そういうことや、3回引いたら1体は来るよね、そう、いくら私でそうそう、うん、覚醒するのか、それ覚醒って言えへんよね。ないよね、それこの件に関しては覚醒じゃないよね。でも3回で2回引いたら覚醒じゃない、最高やわ、3回で3回が覚醒と言わせていただきましょう、交互期待、はい、交互期待やな、交互期待してるもんなずっと、うん、今回はね、そう3回ずつ行くじゃん、そうやね、とりあえず一旦ね、一旦ね、うん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 、様子見でね、わ、うん、かりました、はい、だってこれやったら、はい、多分そんなに大きくないよねフィギュア、うん、ちっちゃいと思う、だから、だから私の家に置くのはやめて。だから私的には、うん、3体ぐらい欲しいなって、そうよね、うん、並べた方が、そう並べた方が絶対可愛いから、トムとジェリー1人ずつは来てほしいよね、絶対来てほしいよね、うん、うん、と思っております、はい、どのトムとジェリーが来るか、はい、お楽しみに、はい、でははい、行ってきます、はい、はい、じゃあ3回、はい、フルロットから3回いや頑張ってください、まさかの、そう、うん、はい、3回いきます、じゃあこれどないこういきます、こう、あ、C、 あ、 C、 シャンブラちょっとなんか上位に思っちゃうね、 C ってあれ、ええ、そう、あ、 B、 リバイバル、はい、はい、じゃあ5回、追加の5回、追加の5回、フィギュア頑張ってくれ、フィギュアが5、はい、はい、これで来たよ、じゃあ行きます、はいはい、あれ当たっちゃった A か B やねんな、そう A か B、 やばい、あ、やったやったやった、やった1番やった、1番どんなんやったっけ、覚えてない、やった、こっから這い上がってきて、這い上がれ、上がれ、上がれ、あ、来た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 、マジ、知らんけど、知らんけど、よし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 、 B、 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 あ、 B、 あ、 あ、 来た来た、え、 B の28、 あ、28番ってことだ、そう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 、40番やるから5回フルロットル A やで、何番かは知らんけど、5、はい、5枚、はい、いきます、できるだけフィギュア多めでお願いします、はい、ラバーコースター、はい、 B や、あ、はいはい、40番、はい、 A、 あ、すごいすごい、17、何か分かれへん、 A 14番、お、すごいやん、やった、すごい、はい、頑張ってください、確定しますよ、もうこれって決まってんの、これで今日隠し読みでいいのかな、これ、いや、この、これにするわ、これな、はい、はい、はい、お願いします、はい、待ってや、はい、一応ね、うん、でも A じゃないとあかんの、はい、あ、カンブラ来た、はい、
しい。はい、もうラスト5回ね。ラスト5回ね。この子や。この子。はい。はい。はい、この子言うたらその子から言ってや。この子？うん。B。うん。もういいよいいよ。いいやですよ。いいよいいよ。もういいよ。じゃあバーコースト入る。初めて見たな、うん、もう一個でいいよ。あ、B 来た来た。次 A や。最後は A。最後は A で終わりたいな。うん、はい。おお。6番。帰ってきました。ただいま。うん。天の声が嬉しさのあまり、はい、大興奮でこんなに引くつもりじゃなかったので、ね。そう。もう最初3回って思ってて。はいはい、まあ、どうしてもあれやったら2回かなと思ってたけど、うん、3回やってから、はい、もうなぜか頭の中途中から5回になってた、はい、その後もまた引こうとしてたもんね。そう、私止めちゃったんですけどね。結局13回引いて、はい、うん、でもこうやって広げてみたらやっぱりもっと引きたかったと。そう、あのジェリーの方が好きって言ったくせして、はい、ほとんどがトム。すごい、このグレー率を見てください。そうだから結局、うん、あの推しに弱い、はい、上に、はい、もうほんまになんかあのお前だけの運はほんま頼りならんなみたいな自分で自分をこうなんか悲しい。実はね、今日妹が仕事で一緒に弾けなかったんですよ、うん、そう、あの見守りの姉と、うん、そうテンション高めの天の声でいった結果でございますね。そう、もうほんまに、はい、でも可愛い、もうめっちゃ可愛い、うん、可愛いし、13回引いたうちの6個がフィギュアだったので、うん、決して悪い結果ではないんですよ、うん、ただそう欲しかったやつが一つも引けず。まあ、フルからやったから。あ、そう、フルだったよね。そうだから、まあ、そう、でこの、A 賞と B 賞、はいはい、両方とも、はい、そのもう番号が振ってあって、そう、選べないんです。もう決まってるんです、これ。そうだから、自分の推しの番号が何番やって、そう、そもそも覚えてなかったね。分かってなかった。お店の人が持ってきてくれるまで、うん、そう、何が当たったかも分からず、で、あのお店の中でも後ろにレジ並んでおられたので、さっさと片付けないといけなかったので、家に帰ってきて広げて初めて、あ、こんなんだったんだって今見てるんですよ。そう、だから一つずつ見たら、うん、あ、このこんなシーンあったよねって思って、うん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 、かわいいってめっちゃ思うから、うん、まあ、両方どっちみち並べておきたかったんで、うん、両方欲しいのは欲しいんだけど、はい、やっぱり、まあ、トム率の高さよね。そうだから、明日の妹に、はい、かけてできればトレードをお願いしたいところですね。はい、はい、ではでは一つずつしっかり見ていただきましょう、はい、こちらがジェリーの、はい、何だっけ、タンブラー。このタンブラーさ、思ってたより大きいっていうの、これなんていうの、縦長で持ちやすい太さで、そうで、なんかこれね、口当たりとこだけちょっと違うの、ツルツルになってる。そう、可愛いよね、これ、うん、これ色もね、良かったよね。そうそうそう、だから最初にこの、はい、グレーのバージョンのジェリー、うん、トムとジェリー一つずつ取って、はい、で、あとからこの茶色い、はい、いつものジェリー、可愛いね、これも、うん、を取りました、はい、めっちゃ可愛い。3つ当たっております。分けできます、はい、で、コースターなんコースターは1個だったんですね、うん、そう、うん、これよかった、うん、1個でよかった。これも本当見慣れた柄で可愛いよね。そう、だからジェリーが欲しかったんだけど、うん、このトムのこれがめっちゃ可愛かったから、うん、これにしました。そうそうそう、はい、1個ですね。はい、はい、1個です。そしたらちょっとこの、はい、なんだっけ、ジッパーバッグをちょっと開封します。はい、開封してみました。はい、開封しました。3種類の大きさ、うんうん、なんか思ってたより袋からこうやって出すと可愛い、可愛いよ、見てこれね。もう顔も、いや、もう顔も面白い。こちらと、はい、
そして、はい、綺麗な色やね。はい、うん、いい感じ。はい、かわいい。ぺちゃんこ。ぺちゃんこ。色はね、こんな。うん、普通やね。はい、白やですね。これも白かな。白かな。はい、うん。で、はい、どうもどうも。包丁がかわいい。ほんまかわいいわ。やっぱり、あと5回か10回行きたかったかもしれませんです。すかわいい。まとついてるみたいでかわいい。いや、これさ、1枚ずつ使えんわ。確かに、これは2枚ずつ入っとったら誰かにプレゼントできないね、かわいすぎて。うん、続き全くないな。かわいい。はい、まあでも、うん、楽しかったかな。うん、うん、このキック、この、うん、こういうのやっぱり面白い。そうやね、うん、あのフィギュアが40本あるって。そう、楽しいよね、うんうん、フィギュア欲しかったからほんまにめっちゃ嬉しかった、うん、最初ね、思ったよりちっちゃいねってライン言ってたんですけど、うん、そうこれはこれで飾りやすいし、飾りやすい、うん、そうやね、うん、うん、いい感じ。ほんまに大満足、はい、そうですね、うん、今日はとりあえずこんな感じになりましたが、はい、でもちょくちょく、はい、覗いていきたいわ、はい、明日は必ず妹が引くと思いますので、そう、もう妹にぜひ頑張っていただいて、ね、推しに弱いから、はい、妹はトムがいいって言ってたから、うんうん、ジェリーいっぱい引いてもらおうかな。で、交換できたら、はい、交換できたら嬉しいです。はい、では、はい、明日の妹、はーい、明日の妹でーす。行ってきましたよ。はい、昨日は行けなかったので、はい、うずうずしてましたけど、はい、今日ついに引けました、はい、あのお店の方が並べているのを待っておりました。はい、外でね、はい、あの妹と私の地域はとても遅いんですよ、セブン。はい、なので2日目の夜にやっと引けました。はい、ということで5回来まして、はい、楽しすぎて追加の5回合計10回来ましたね。はい、フルロットから、はい、なのでその結果でございます。はーい、じゃん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 、ドーン、すごいね、すごくない、さすがや。10回で7つフィギュア、はい、来てくれました。すごい。ちなみに昨日の天の声は、はい、13回で6個のフィギュアでした。はい、そうでしたね。ちょい負けですね。妹大勝ちですね。大勝ちですね。はい、はい、ですがまあね、欲しかったのはちょっと厳しかったのかな。そう、でもね、結局どれが来ても可愛かった。可愛かった。うん、でラバーコースターも2種類、うん、こちらをいただきまして、はい、でジッパーバッグはこの柄にいたしました、はい、色が可愛かったからね、うん、はい、ではちょっと一個一個見ていこうかな、はい、まず B からですね、はい、はい、22番のチーズを丸飲みしたジェリー、ちょっと三角になってますね、はい、めっちゃ可愛い、天の声ジェリーだよー、はい、はい、そして24番、コップの中で追い詰められたジェリー、めっちゃなんか心臓バカバカするよ、ほんまやね、どこ見てんのって感じるめっちゃ可愛い。続きまして40番、はい、当店ポールになったトモと仲間たち、これね、欲しいって言ってたよね、そうそう、ミキラちゃんね、うん、でも手に取ってびっくり、そう、実物を見ると細い、めっちゃ細い、え、フィギュアですかこれ、びっくりしたね、めっちゃ細いねんけど、はい、こんなんでございました。はい、まあ、正面から見たら可愛いけどね、はい、以上が B 賞です。はい、はい、それでは続きまして A 賞です。はい、まず6番毛皮が濡れたトム、はい、手に持ってるのは何かと思っていたら自分の毛皮だったみたいですね。そうそう、赤い服着てると思ってた。尻尾ついてるちゃんと。うん、なるほど。ここね。はいはい。すごい。はい、かわいい。なんかでも中にゼリー入ってそうじゃない？
入ってそうじゃない、なんかこの表情よ、面白いわ。はい、続きまして13番、起きているふりをするトム。まさかのね、これがかぶりました。かぶりましたね、はい、まあ、違うテンポなのでね、うん、同じテンポで弾く限りはかぶらないらしいんですが、目描いてるまぶたにいいやん、これむっちゃ面白いよね、うん、面白い、はい、はい、14番、骨のふりをするジェリー。かわいいね、めっちゃかわいい。天の声、ここにもジェリーいてるよ。よかったね、うん、新しい子がお迎えできました。はい、はい、そして17番、レジになったスパイク。はい、なるほど、どういうことかわかりませんけどどういうことか全然わかりませんけど、あれかな、このレジを開けて、だから口がレジになってるってことだよね、きっと。そうかな、うん、はい、多分ね、はい、はい、以上のような結果が妹の結果でございます。はい、そして、はい、最後に、はい、姉が覚醒したのか、3回チャレンジしてきました今日ね、一緒にね、はい、あのその前にですね、妹がこれだけの紙引きしまして、はい、あの結局タンブラー取れなかったんですよ。そう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 、私妹はなんかタンブラーが欲しかったの、すごい欲しかったね、はい、で、あのやってやりましたよありがとう私取りましたよ、タンブラー、はい、3回のうちのね、はい、1個目はタンブラー、それぐらいだったら取れるでしょって言われまして、はい、私が取れなかったから、はい、取ってやりましたよ、残念ながら、はい、1個ももらいました。はい、まあまあタバコした確率、ね、確率がでも可愛い、可愛いよ、可愛い、はい、そしてですね、そして、はい、はい、B のパパを食べたと思う。来てくれたね、フィギュア来てくれた、3分の1、しかもこれかわいいかわいい、かわいい、皆様の天の声と妹が撮ったね、うん、あ、ラバーコースター、ラバーコースターと同じ、めっちゃかわいい、これでも、うん、フィギュアとしては全然かわいい、うんうん、そうですよ、まあ3回中の1体なので、はい、あの、まあ、負けですけれども満足しております、はい、はい、でもまあ楽しかったよね、全体的に楽しかった、うん、あのもうちょっと弾きたい気持ちは全然あるね、うん、もしかしたらまた追いに行くかもしれないです。まだちょっと本当にね、可愛かった、欲しかったやつまだ弾けてなかったりするので、うんうん、またおいおい見て弾くかもしれません、はいはい、では今日はこの辺で、はい、またね、バイバイ。今日も見てくれてありがとう。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。